どうもこんにちは、えー。中村商店でございます。本日もよろしくお願いいたします、えー。一応ですね、携帯でインカメラで撮ってるとですね、音声すごいちっちゃいんじゃないかっていうご指摘をいただきましたので、一応このマイクだけ取り付けました。えー、まあ、ケーブルで、ここからこうケーブルでね、携帯につながってるだけなんで、まあ、これぐらいなら手間を惜しまずやっていこうかなということで、今日もよろしくお願いいたします。またなんか いろんなご感想あると思いますのでコメント欄にぜひね残していただければいいかなと思います、えー、今日は冷裁リハー店の無断キャンセル対策についてお話ししようと思います、えー、飲食店無断キャンセル最新攻防戦がすごいことになってきたということでこれまあ飲食店って言ったんですけどこれニュースピックスの記事から拾い上げてきたものを参考にしています この記事の URL はですね、こう概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひご覧になっていただければいいかなと思います。でちょっとページの方を見ていこうと思うんですけども、えー、飲食店の無断キャンセル、ね、やっぱこの年末の時期になると大変多くなるっていうニュース、ここ最近よく出てきましたよね。で散髪屋でも予約制を敷いているところは、ですね、この無断キャンセル悩まされることはあると思うんですよ。 で実際これをですねお客様の責任に完全にしてしまうのはい,かさいささか、うん、どうかなっていうところを思いましてですね、まあ、今日はこのあたりをお話しできればいいかなと思ってますでちなみにまあこの記事の中ではですね解決方法の一つとして事前決済で月100件からほぼゼロにっていうね、まあ、そのトピックスの中に書いてあった このエピソード、結構僕はこれに近い状況を作っているかなと思っていまして、あの、予約して飲食店の場合はですね、まあ人気店だからとりあえず抑えちゃおうとか、年末混んじゃう時に抑えちゃおうとかっていうのがあるらしいんですけど、散髪屋はまあそういう予約の取り方はしないと思うんですよ。ほとんどうっかりだったり、まあ、あと面倒くさくなっちゃったりとか、モラルの低い人はね、まあ、いるもので、 そういうケースゼロじゃないと思うんですよ、ねえ。特に初回初めて来るっていう受付をした場合なんかは、ね、来なかったっていうことあると思うんですよね。僕も2、3年ぐらい前に、ホットペッパービューティー、これ名前出しちゃうと微妙にあれですけど、まあホットペッパービューティーとか楽天ビューティーとかね、いろいろそういうあの最近サービスありますけど、あれ登録してたことがあって、1年間ぐらい契約してたのかな。ね、結局 何件か予約入ったりしたんですけども、ほとんど実装することなく、新規の受付のみ使おうと思ってやってたんですけど、まあ、結局1年間契約して、ほとんど運用することなく、えー、解約しました。やっぱ理由、大きな理由の一つとはしてはですね、あのー、予約していただいた方に事前の決済ができなかったんですよね。で僕のお店の場合はですね、 今でこそ完全な会員制にしてしまって新規のお客様を1年に1回しか受付してないんですけど、えー、その当時はまだ、えー、併用という形で会員の方とビジターっていう方法で、えーまあ、スポットで来店していただく方の受付もしてたんですよね、まあ、そ,のそれ用にやってたんですが直接ご予約をあのウェブサイトからしていただいた方の場合は事前決済のペイパルの決済をメールでお送りして で、その時間を買い取っていただき、まあ、キャンセルであれば、当日だと100%のキャンセル料、で前日までだと50%とかっていう取り決めをして、まあ、ホテルみたいな感じですよね、ホテルなんかもそういうふうになってると思いますけど、そういう形であの対応したんですが、えー、ホットペッパービューティーに関してはそういうことができないと、まあ、来なくても、まあ、それはね、えー、責任取らないっていう、まあ、そういう形になってたので、まあ、これはいかんなと。 うん非常に使い勝手が悪いので、僕はまあ、解約してしまったんですが、まあ、その集客の方法とか、いろいろね、お店のスタイルがあると思いますね。ホットペッパービューティーがダメだって言ってるわけじゃなくて、まあ、自分のそのやり方にそぐわなかったから、解約をしたんですが、やっぱ予約していただいて、キャンセル、キャンセルされるのは、まあ、いろんな事情がありますから、いいんですけど、そのキャンセルされた時にですね、僕たちみたいな労働集約型、特に普段からよく言ってますけど、 時間に対してのこう単価、工数こそが僕らのこう生命線になってて、時間ってすごく大事だと、僕らにとって時間っていうのがすべてなんだっていうことを普段からお伝えしているようにですね、予約がキャンセルになって空いてしまった時間って誰も補填してくれないわけですよ。ましてや、ね、予約時間になっても来なかったっていう状況って、もうほとんど回収の見込みがなくなっちゃうわけですから。 やはり、ね、事前決済というのは重要なんじゃないかなと思います。で、中村商店の、えーまあ、これはまあ散髪屋さんに限った話で、かつ、うちの顧客、まあ、うちの製品を買っていただいた方に限った話ですけど、ペイパルの請求を送るようになってると思います。まあ、クレジットも使えるんですが、基本的にはペイパルを推奨してますよということを明記してますよねあの。ペイパルを使ってくださいってやってる理由の一つが、 このペイパルをアカウント作ることで、そのペイパルのアカウントをビジネスアカウントにアップデートして、別にアップデートお金かかるわけじゃないんで、ちゃんと登録情報を入れてですね、ビジネスアカウントにして、で、お客様の決済に使っていただけたらいいんじゃないかなということで、僕はペイパルを推奨しています。ペイパルについて細かい話はですね、ここではしませんが、世界で一番古くからあるデジタル 決済サービスですすねねパイオニアになります、ね、彼らのサービスがうーんすごく先進的だっていう言い方はしないですけどオールドスクールなんですがやっぱね必要なことをちゃんと網羅していってあのセキュリティも非常に健康ですし。 まあ使い勝手はいいんじゃないかなと思いますね。ぜひ、PayPal で決済されてアカウントをお持ちの方多いと思うので、ビジネスアカウントにアップデートして、事前決済試してみてください。ということで、本日の予約無断キャンセルについてでした。またお会いしましょう。さよなら。ピース。